い感じだ。え？どこ？ああそうです。いちご狩りです。いちご狩りです。お名前お願いします。40分間食べ放題でしたって。お読みいただきましたので、はい、お願いします。はい、こちら、フライデーゴミ入れです。ちょっとお話しさせてください。はい、本日、はい、はい、いらっしゃいませ。どうぞ。こんにちは。今日いちご狩りされるのはマイナハウスになりますよ、ね。あ、こちらですね。はい。終わりましたら、こちらにお戻りいただいて、はい、ゴミはゴミ箱に入れてください。はい。のように歩きながら食べれるようになりましたので、はい、食べた後のヘタはヘタ入れに入れてください、はい、ここ入れると、はいはい、アイベリーという種類だけになります、はい、柔らかい種類ですので触ってイチゴ取ってもらいたいんですね、はい、なのでヘタの上がってる真っ赤なのが美味しいので今度探していただいて、はい、引っ張らないでヘタのとこひねる感じ、はい、でもし取って気に入らないイチゴでありましたら、はい、そこに置かないでゴミ箱の方に捨ててください、はい、でお時間あるんですが、はい、前のハウスがちょっと暑いので、はい、あまり時間気にせず休みながら食べてください。奥の方にいっぱいあるので食べてもらいたいのでお願いします。ありがとうございます。ご案内します。はい、はい、すみません。はい、ありがとうございます。はい、すみません。はい、すみません。はい、じゃあ入ってください。はい、ありがとうございます。はい、こちらにここまでなんだ。こちらで OK です。奥の方にもいっぱいありますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もしあれだったら椅子の外出して休んでください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あったかくなってるんだ。感じいいね。わー、すごい。ここまでって書いてある。ここまでね。はい、奥から行こうか。荷物置いといていいよね。荷物置いといていいよね。大丈夫、最初に置いといて。はい、よし、よし。奥の方が大きいのがあるよって言ってたよ。でかい。食べていい？いいよ。あ、本当だ、柔らかい。うん。見して。甘っ。でかいな。奥の方があれじゃない？いや、この辺もめっちゃある。ちょっと奥に行こうよ。おお、でかいでかい。めちゃくちゃでかいな。本日は、千葉県旭市にあります石毛いちご農園さんに来てます。めちゃくちゃ食ってんな。あ、すごいじゃん。奥の方がでかっ。見て見て、あれあれ、あっちあっち、ほらほらほら、うん、本当だ。でかい。回してとんの。うん、ひねる感じ、そう。うん、甘い。甘い。これぐらいのサイズの方が甘いかな。ちょっとちっちゃめの方が甘いと。でもでかいのが食べたい。触ったら取んなきゃいけないの。触ったら取んなきゃいけないのって言ってたじゃん。柔らかいから。あ、そういうことね。触ったら取ってくださいって。めっちゃ綺麗だわ、うん、色めっちゃ甘い。
あーうまっ、でかっ、え全然違うじゃん。甘っ。なんか見てキュウリみたい。本当だ。甘っ。めちゃくちゃ甘いな、ここのイチゴ。でかい。ね。え、多分さ、これまでで。イチゴ狩りで一番甘いかも。甘っ、ね、ここ評価良かったもんね、かなり調べたら。全然何もつけなくても甘いわ。色が綺麗だね、このイチゴ。ほら、甘っ。やばいわ、このイチゴ。ぜひ、気になる方は来てみてください。じゃらんで予約すると少し安くなるのでおすすめだと思います。ではご視聴ありがとうございました。最後に、嫁蔵が何個食べるのか数えたいと思います。ぜひ、お楽しみにしててください。嫁蔵の結果、だいたい40分ぐらい、食べ放題できます。最終嫁蔵76です。僕がだいたい20ぐらいです。はい、ぜひ、皆さん、めっちゃ甘い、はい、めちゃめちゃ、甘いので、石毛いちご園さん、ぜひ、来てみてください。ご視聴ありがとうございました。